吉田さん、堀江さんと立花さんのライブね、いいですね。実は広島も先月か先々月あって、まあダイレクトに私お誘い受けたんですけども、お断りしたんですよ。いや、子供と遊んでる方が楽しいんだよみたいなね。価値観は様々ですよ。で、以前アイドルのコンサートをやってる時に、堀江さんがそのコンサートをやってる隣の書店でサイン会握手会やってたんで、そこにはね、コンサート抜け出して私行ったんですけどもね。で、スタッフの格好してたんで、あれ、なんかやってるんですかって言ったら、いや、アイドルのコンサートやってるんですよって言ったら、へえ、堀江さんがね、広島のアイドルさんって誰が有名ですかって言った時に、別に答えられなくて、みたいな感じになっちゃったんですよね。特に推しのアイドルさんいないんでね、スタッフとしてやってたんで。まあそんな思い出があって、で、本にサインしてもらって握手したんですけども、でもなんかね、変な感じしましたね。俺と同級生だろみたいな。俺だってね、握手してくれっていう人とか、サインしてくれっていう人はちょびっといたんだぞ、みたいな。街で言ってたら、あ、久保さんみたいな人いたんだぞ。あ、ちなみに今日ね、すごいっすよ。ショッピングセンターに大和くんと家族と行ってたんですよ。そしたらね、エスカレーター降りたところで、あ、久保さんじゃないですかってからね、声かけられて。それが、何年か前、7年か8年ぐらい前に、同じセミナーに参加して、なんか私がね、紹介を受けたんですよ。ネオヒルズ系のアフィリエーターの久保です、みたいな、久保さんです、みたいな感じでね。で、私が速稼塾の久保ですって挨拶させてもらって、それを知ってた、見たらしいんですよね。で、あの頃は、なんかすごく一生懸命やりましたよね、みたいな。で、久保さん何やってるんですかって言ったら、いや、まあ未だに YouTuber やってますとかね。それと変わってないです。で、その方は携帯ショップの店員さんやってたんですよ。で、見るからに、あ、結構苦しい暮らししてんだな、っていう感じでしたね。その時はね。うん。だから、以前私が参加したセミナーに同席ね、200人ぐらいのお客さんがいる中での一人だったんですよ、その方は。あの時夢にかけたその夢は未だに夢だったというね。で、私はもう当時もうすでに広島で、まあ、それなりのことをしてたんで、まあ、今はだいぶそれよりも楽になって、あれから考えられないことに家族ができましたみたいな感じでね、お話ししたんですけどね。あ、それでライブなんですけども、やっぱ生がいいですよね。それでも今の価値観かもしれません。リモートとか、なんですかね、オンラインに慣れた世代が、10代とかの子が社会に出た時に、オンラインこそが本物で、で、人間対人間が同じ空間で会うのは、なんか素人っぽいみたいな感じになるかもしれないですね。でも家族みたいな、ありがたみのない存在っていうかね。でもここでね、ちょっとね、今回のテーマ、時間についてちょっとお話したいんですけども、なんか時間って何よりも貴重だっていうふうに多くの方が思ってるんですけども、その貴重な時間の過ごし方の中に同じ時を過ごすっていうのが入ってると思うんですよ。鹿児島合宿に行けるんだったら、やっぱり同じね、振動、同じ空気、同じ時間を共有することに意義があって、そこから何が感じ取れるのかとか吸い取れるのかっていうのは、限られた人しかできないわけですよね。限られた人しかリアルで会えないと。そのチャンスをものにして何も感じないことも多いんだけども、そうじゃないものを感じるみたいなね。きっと稲盛和夫さんね、電流が走ったっていう吉田さんがよく引用される言葉あったと思うんですよ。儲かること考えのかね、飽きまへんなみたいな感じで、ライブだからこそビビッと来たんですよね。本だったらもしかしたらなんかありきたりのこと書いてるなみたいになってたかもしれません、うん、だからライブの凄さじゃないですかね。ちなみに昨日ね、与沢翼さんのライブにちょびっとだけ参加したんですよ。ちょびっとだけ10分ぐらいね、3分かな。で、参加してコメント書いたんですよ。パラパラっと。で、いっぱいコメントが流れる中で、私がコメント書いたらね、与沢さんが気づいて読んでくれたんですよね。それがなんて書いたかっていうと、お疲れ様ですと。ネオドバイクラブってのいかがですかみたいなね。YouTube の企画をおすすめしたんですよ。ネオドバイクラブみたいな。冗談で書いたんですけども、与沢さんがね、放送切ろうと思った時にちょっとね、私のコメント気づいたんで、あ、なんか、ネオドバイクラブって書いてますね。ネオってつくのは大体なんか、パチモンなんですよみたいなね。なこと言ってて面白かったなみたいな。だからあれもだからライブの良さですよね。時間を共有してるからこそリアルタイムでレスポンスがあるみたいな。あれがだから YouTube のコメント欄だったら返信はないと思いますし、ライブだからこそ同時に多くの方に見られたと思いますね。あ、なんか久保さんまた書いてるわみたいな。あ、久保さんでも矢沢さんのところ来るんだみたいなね。そんなところがちょっとあったみたいですけどね、はい、時本当に時すでに遅しとは言いませんけども、時間って大事ですよね。その時間を共有できることって何よりも大事かなと思います。ただずっと時間を共有しちゃうと、それはそれで薄まっちゃうんで、ここぞという時に時間を共有すると。ちなみに堀江さんと一緒にお寿司を食べる権利、
小野里さん10万円で買ったらしいですね。で、ツーショットで写真撮ってました。あれも使うんだろうな、いろんなところで。吉野さん、集合写真撮れたらまた自慢してください。いってらっしゃい。